何か言ったらどうかしら。黙り込むなんてあなたらしくないわ。じゃあ、ただいま。ええ、お帰りなさい。あら、今のセリフはすごく反則よ。私のいない間にかなり積極的になったみたいね、メイ。誰かさんが勝手に消えたからでしょ。じゃあ、私とメイの記憶にいる彼女は同じかしら。もちろん。ならいいわ。本当にやり遂げたのね、メイ。今、メイの記憶、それからみんなの記憶が、すべてここにあって、混じり合ってるの。すべて見えたわ。私、あんな大きな嘘をついて、みんなに怒られても当然だったのに。でも彼らは笑って私を許した。私のこと甘やかしすぎなんじゃないかしら。それは自分で言うの？あなたはみんなに真心を尽くした。なら、彼らが真心を返しても、別に問題はないと思うわ。メイがそう言ってくれたなら、きっとそうなのよね。私ならそう言うって分かってるくせに。エリシア、私はエリシアという絵本を読み終えたわ。今は最後の1ページだけ。あのパーティーの結末。私の結末でもあるわね。今回はもう読者や物語の傍観者として見たくないの。遥か昔の思い出を見られるのに、少しも触れられないなんて、そんな形で終わりを迎えたくないわ。だから私は本の中の舞台に上がり、経験者としてエリシアという名の人間の結末を見届けたい。あなたと十三英傑の全てを見届けたい。そしてそれを心に刻むの。それが後継者である私が、私たちのために道を切り開いてくれたヒーローたちに表せる最高の敬意だから。メイがそこまで言うのなら私も断らないわ。じゃあ私がメイを案内して、物語の最後のページをめくりましょう。懐かしいわね。じゃあそこにいる美少女さん、あなたはこの盛大なパーティーに参加してくれるのかしら。あの夜、最初にパーティーに出席したのはビルビーだった。彼女はいつも時間よりもだいぶ前に到着するの。みんなに十分すぎるほどのサプライズを用意するためにね。例えばこの特別なクレーンゲームとか。メイ、やってみない？あら、捕まったわね。メイ、手加減はなしよ。もっと本気になって。私は楽しみにしてるのよ。メイ、あら、捕まったわね。メイはこういうゲームが得意なのね。私の番ね。準備はいい？3、2、1。本当に特別よね。特別面白い。そうよね。ルールを把握したら結構簡単だったわね。
すごいわね。でも私も負けないわ。本当にすごい。メイの勝ちよ。リルビーの発明はいつも素敵だと思わない？確かにすごく凝ってたわね。彼女は他の人の笑顔が大好きだから。今のを前菜だと思って、次はスイーツをいただきましょう。次に会場に着いたのはアポニアだった。ベールはなく、フォーマルドレスを着て見違えるほど綺麗だったわ。彼女はこう言ったの。運命が憎い、あなたを連れ去るから。だけど運命に感謝する、あなたと出会わせてくれたから。とてもアポニアらしいと思わない？さらに最後の時間だから、したいことがあるなら何でも付き合うって言ってくれたのよ。だから私はアポニアと一緒に乙女のゲームをしたの。どう、メイ、準備はできた？緊張しないでリラックスして楽しみましょう。準備できたわ。じゃあ始めるわよ。さすがメイ、楽勝だったわね。私が放った矢すごかったわね。ねえメイ、見た？素晴らしいわ。メイがこんなに真剣に私と勝負してくれるなんてすごく嬉しかったわよ。あなただって同じでしょ。負けるんじゃないかと思ったわ。あら、それって私を褒めてるの？もっと褒めてくれてもいいのよ。楽しかったわ。メイってば射撃の才能があるかもしれないわね。いい先生がいるからよ。あの日アポニアもそう言ってくれたわ。あのパーティーのことを思い出すとやっぱり感慨深いわね。次に清掃で出席したのは私の大好きなエデン。本当に綺麗だったわ。彼女に会った瞬間、私びっくりしちゃったもの。優しいエデンは私の髪に合わせたコーディネートで一緒に風に当たりましょうって私を誘ってくれたのよ。でもその時、私たちが乗ったのはジェットコースターじゃなかったの。何なのか、メイならわかるわよね？ええ、
わかると思うわ。けどこうしてメイと一緒にジェットコースターに乗るのも悪くないわね。もうちょっとロマンチックにしましょう。例えば花火を増やすとか。花火は好きよ。輝く最後の一瞬のために全力を尽くすなんてすごく綺麗よね。次はメイにサプライズを用意したの。よく見てて。締めくくりの花火は大きくて華麗なものじゃなきゃ。そして私たちのパーティーもそろそろ始まるわ。最後にパーティーに来たのはクールに見えて実は熱い男の子。だから私はこうして彼に手を伸ばしたの。今私がメインにしてるようにね。私と最後のダンスをしてくれない？何を考えてるのメイン。可愛い女の子とダンスするときは気をそらしちゃダメよ。いえ、ただ彼らは皆集まった。そうよね。ええ、だからパーティーもゆっくりとクライマックスに向かうの。次はお客さんたちの入場を歓迎しましょう。一人目のお客さんはパフォーマンスを見せてくれるのよ。外れよ。ほら、ちゃんと観察してるのね。そう焦らずにもう少し付き合って。私の運勢はどうかしら。ラッキー。これはもう一人のお客さんの得意分野のようね。その期待に応えないと。じゃあ私がメイの姉ちゃんを手伝おう。パルド。そんなに驚く？メイの姉ちゃん会計がまだ済んでないよ。私は忘れてないからね。それにエリの姉ちゃんを失望させられないよ。そうだよね。空夢無常、私の幸運を半分分けてあげる。とても綺麗でしょ。負傷は短いものですが、意志はずっと続いていきます。あなたの色、空に広がる群星みたい。だから無限を超えなさい。がっかりさせないでよね。これはあんたが輝かせた極光だ。
この刀があれば刹那は永遠になる。切り開く。立て、万物の黄滅を見届けろ。ここは君のステージだ。螺旋の喝采を届けよう。この黄金の歌で運命の旋律を奏でましょう。戒律は不要。私たち十三英傑を。ずいぶん気に入られてるのね。気をつけて。聖の名をもって後世に語り継ぐ。刻印の力が集まってくる。いつもと同じようにあなたを導いてる。そうでしょ。ほら、彼らはここにいる。このパーティーを見届けてるの。メイがやり遂げたから。メイが十三英傑に認められた人だからよ。これは最後の花向け。最も盛大な閉幕だから、悔いは残さない。あなたの全てを見せて。エリシア、おいで、メイ。ようやくパーティーはクライマックスを迎えたわね。メイ、意外だった？起源の律者、私のもう一つの名前はどうだった？起源の律者？普通の人間の女の子。感想はそれだけ。この花ちゃんと受け取ってね。こんな雪景色は気に入った？どうしても選んでほしいなら情熱的なあなたを選ぶわね。こんなステップ
せにくいわ。綺麗に。だからメイはもっと積極的にならないと。私に服従しなさい。
これで終わりなの？ええ、終わりよ。まさか最後にこんな形でもう一度あの時のパーティーを体験できるとは思わなかったわ。ありがとう、メイ。つまりそれが英傑たちの目に映ったあなたの最後の姿なのね。ええ、欠席した人たちはエリシアを信じてるから討伐を拒んだ。出席した人たちはエリシアを信じてるからパーティーに参加した。共通の敵を討伐することでみんなを一致団結させようと思ってたけど、最後は別の形で願いが叶ったわね。みんなに出会えて私は本当にラッキーだったわ。エリシアを信じているからパーティーに参加したということは、水晶の花の持ち主たち、ケビン、エデン、アポニア、ビルビーは最初から見抜いていたの？メイのところで検査を受けた後、私は自分の話を細かいところも含めて全部エデンに教えたわ。ほら、月明かりの下というロマンチックな雰囲気の場所だとついつい話しちゃうものでしょ。それにエデンは聞き上手だから、アポニアは最初から私は特別だって知ってたの。彼女には何かを見る能力があるから。でも彼女は誰にも話さなかった。曖昧な運命の糸より、私が見たあなたを信じたいってね。あんなに興奮してた彼女は珍しかったわ。そしてビルビーはね、頭がいいからメイと同じように自分の推論だけで答えを導き出したの。でも彼女も誰にも話さなかったわ。マジックのネタバレはあまりにも風情がないなんて、とても彼女らしいでしょ。ケビンは真相を何も知らなかったの。パーティーに出席したのはただ私にこう伝えたかっただけ。律者などここにはいない。いるのは神河の命を持つ英傑だけだ。女の子の視点から見ると彼ってば本当におバカさんよね。昔と変わらないわ。本当にみんなこんなにも私のことを信頼してくれてた。私もそれをちゃんと知ってたわ。でも私がしたことは変わらないし変えられない。私たちの文明は破滅に向かった。私に唯一できるのは次の世代に希望を残すこと。私は自分の消失を代価にある賭けをした。未来が、アポニアが見た運命が多少変わるようにと願ったの。成功するかどうかは知らないし、その後に何が起こるかもわからないけど、それでも私は結果を残せるって信じたかった。信じたいと思う人には何かを変える力がある。そして今メイ、私はようやく答えが分かったわ。私は雷の律者、それ以前にライデン・メイよ。ここにいる私が一つの証明、最高の証明になる。今さらこんなことを言うなんて少し遅すぎるけど、ありがとうエリシア。全ての始まりに私たちに運命を変えるチャンスをくれてありがとう。誰かの全てを背負うのは想像できないほど重いことだった。でもあなたは、あなたたちはそうするべきだと私に思わせてくれた。あら、今のメイは素直ね。しかも私のこともよく理解してくれてる。本当に反則だわ。そんなことを言われたらますます別れが寂しくなるじゃない。そうね、メイ、当ててみて。今の私は
何がしたいと思う？とこしえの楽園をもう一度見ておきたいかしら。あら、正解。でもちょっと足りなかったわね。私はメイと一緒がいいの。ええ、別れる前に私と一緒に歩きましょうね。常しえの楽園にある他のエリアは昼夜が入れ替わるのに、どうしてここだけずっと夕方か知ってる？照明のついた遊園地が一番綺麗だからでしょ。正解よ。その一番綺麗な瞬間をずっと保存しておきたかったの。たとえ永遠にも終わる日が来るとしてもね。一緒にここのジェットコースターに乗ってあの島に行くつもりだったけど、まさかいろいろあるなんてね。このジェットコースターは常しえの楽園を囲むように設置されているんでしょ？そうよ。長い軌道に沿ってぐるぐると繰り返してあらゆる美しい景色を一望できるの。終点に着いた時にまた出発点に戻れるようにね。妖精エリはこれが大好きって言ってたわ。メリーゴーラウンドを嫌う人はいないでしょ。これを十三英傑の交流イベントにしようと思ったんだけど、私自分で却下したの。だってこのメリーゴーラウンドの馬は12体しかいないんだもの。残された人はきっと悲しむでしょ。今日はそんな心配はいらないわね。でも空席はなんだかより寂しく見えるわ。ヘリー、ヘリー、遊ぼう。ごめんね、マリアン。今日は一緒に遊べないの。この綺麗なお姉さんと一緒に遊んでるから。わかった。じゃあ今度一緒に遊んで。約束だよ。え？約束よ。おや、エリちゃんじゃないか。さてはお腹が空いたんじゃな。セティのおじいちゃん、その通りよ。だっておじいちゃんの焼いたケーキが一番おいしいもの。そうじゃと思った。さあこれはエリちゃんの分じゃ。ありがとう、いただくわ。メイメイ、はい、食べてみて。美味しいものは一緒に食べないと。ええ。あれ、エリシオ、今日は随分と綺麗だね。誰に会うの？あら、エイシャ、そうでしょ？今日は特別におめかししたの。理由は当ててみて。
ふーん、またもったいぶって。やめておく。どうせ我慢できずに自分で教えてくれるだろうし。もう、エイシャったら、本当に私のことをよく知ってるのね。ところで、あの壁画は。あ、そうだった。まだメイに言ってなかったわね。あの壁画に書いてあるのは月よ。月？はるか昔、人類は月で何かを発見したみたい。でも、火を追う画の中で、それは空白の歴史になった。わざと隠されたの？私に内緒ってだけかもしれないわ。だってメビウスはかなり前から私のことを疑ってたもの。最後はやっぱりここに戻るのよね。ここはタコシエの楽園の中で一番好きな場所なの。見ての通り、あらゆる美しいものが集う平和で永久の夢のような場所。あらゆる理想の先にある無垢の楽園。エリシアの一生は当然そうあるべき。そうでしょ？何度見てもタコシエの楽園は完璧よね。最後でも最初に見た時のように感動するわ。それじゃ、すべての始まりの場所で完璧なピリオドを打ちましょう。ええ、分かってるわ。メイはきっと寂しいんでしょ？だって、私も寂しいもの。せっかく再会したのに、また別れるなんて、本当に理不尽だって。そう思わない？でも、別れはいつかやってくる。物語に、結末が訪れるようにね。だからそんな顔しないで、メイ、笑ってね。本当に終わるの？ええ、だってみんなの努力は全部この時のためにあったんだもの。心配しないで。メイが無事に現実に戻れるように私が守ってあげる。おめでとう。これでメイは古の楽園を正式に卒業したことになる。そして顔を上げて誇らしく未来へと歩き出して。私はまだまだ別れの準備ができてない。実は私もよ。じゃあ最後の時間はもう一度ジェットコースターに乗って過ごしましょう。今回はスピードを落として景色だけ見ましょうね。ええ、実はメイの反応を見てとっくに分かってたわ。ほら、私もメイのことがどんどん分かるようになっていったでしょ。あなたって周りの人たちのことをとてもよく理解してるわよね。ええ、だって私はみんなのことをちゃんと見てたもの。13英傑でも火を追う蛾の戦士でも、私が出会った普通の人たちでもみんな平凡な人で特別な人なの。私は共に暮らすことで彼らの人生の軌跡を観察して、喜怒哀楽を感じて、思いや思考を共有して、唯一無二の魂を見届けた。そういう美しい積み重ねがあったからこそエリシアは生まれた。
そうでしょ。私はそういう人たち、そういう世界が好きなの。ええ、あなたの言ってることは全部ありのままの心から出たものだって信じてるわ。ん？その言い方、まさかメイは今まで信じてくれてなかったの？私悲しむわよ。フェリシア、今日のあなたは冗談が多いわね。そうやって冗談交じりで話をはぐらかすのは本当の気持ちを隠すため。あなたって本当に嘘がつけないわね。メリー、これ以上言ったら私本当に泣いちゃうわよ。泣きながらメイと別れたくないの。女の子は笑った方が綺麗だから。メイはちゃんと私の笑顔を覚えてくれる。そうよね。ええ、ずっとずっと心に刻んでおくわ。うん、絶対に忘れないで。この可愛らしい顔と可愛らしい声、私がメイに話したことも全部全部覚えててね。でも忘れてしまっても大丈夫よ。メイ、どうして泣いてるの？ギュッと抱きしめてあげた方がいい？泣いてないわよ。本当に？本当に本当に泣いてないの？今は泣いてないからよかった。私言ったでしょ、メイは笑った方が綺麗だって。メイが先にあんなことを口にしたから思わずからかってみたの。こういうことに関して私はメイに譲ったりしないわええ、あなたの勝ちよ。いいでしょメイはがっかりする？あんなに努力したのに結局別れを告げることになるなんて。少なくとも私たちはちゃんと別れを告げられるでしょう。なんだかずっとさよならって言ってる気がするわね。多分今回も最後じゃないはず。でもね、悲劇は終わりではなく希望の始まり。そうでしょ。たとえ未来を変えられなくても、私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのはこの旅の中で私が何を信じたいと思ったかなの。それ次第でゴールに着いた時に私が何を得られるかが決まる。その結末も全然違う意味を持つはずよ。今この瞬間のように私は楽園であなたたちと出会って、その人生に触れ意志を理解して13人のヒーローの命を全て見届けた。私たちが作った記憶は消えない。私たちが残した感情も消えない。それらは私の体に消せない痕跡として残り、未来までずっとずっと語り継がれていく。私はあなたたちが存在した証になる。あなたたちが永遠に存在する証になるから。これは人類だけができること。物語の最もすごいところでもある。そう思わない？ええ、いにしえの楽園と同じように今後も私たちの今の姿が見えて心に何かを残す。そうよね。ええ、心の中で過去は未来を切り開ける。そう信じてる限り思いは現在を作り出せるわ。じゃあ歴史にあったものよりもずっと素敵な結末を残さないと。何の遺憾もなく最も盛大な幕引きをね。何をするつもり？メイを楽園から送り出した後、私は新色のリス社に会いに行くつもりよ。タイプ666を直接起動させないの？そうしてもいいんだけど、その前に
彼女に会ってみたい。敵とはいえ、同じ律者として彼女の考えを、気持ちを知りたいの。相手は楽園の中でもひときわ特殊な存在よ。危険な目に遭うかもしれないわ。うん、そうかもしれないわね。でも危険だと知りながらチャレンジするのも人類ならではの行動でしょ。それに私はみんなを迎えに行かなきゃ。みんなを？私は彼らの記憶の中に生きてる。同じように彼らもまた私の記憶の中に生きてる。私たち13人の人生はとっくに混じり合って切っても切れないものになってるの。そんな彼らがやり遂げてみせたんだもの。私だってできるはずでしょ。今度は私がみんなのそばに行く番なの。そうね、あなたはそういう人だった。そしてあなたは誰かをがっかりさせたりしない。そうだって私だもの。幕引きだとしても英傑たちの物語はキラキラと輝いててほしいの。私たちは存在して抗って必死に生きてた。そして今あらゆる希望、未来、選べる権利をあなたたちに渡したい。現実には完璧なんてないけど、欠陥を受け入れ苦しみに直面しても勇気と知恵でそれらを背負う人は限りなく完璧に近い存在よ。今私たちの物語は本当に終わりを迎える。メイ、これで最後だから。昔と同じようにもう一度みんなに会ってちゃんと別れを告げましょう。ええ。メイの姉ちゃん、私の幸運を分けてあげるから安心して。今後久しぶりに着た服のポケットから小銭が出てきたり、自販機で飲み物が一本多く出てきたりした時は私の幸運が効いてるってことだよ。メイの姉ちゃんは私の友達だから特別サービス、お金は取らないよ。メイさん、あなたが話していた委員長のことを少し理解できました。彼女のことを、その時の私の気持ちを理解できました。未来の私を助けてくれてありがとうございます。そして過去についてはとっくに未来の一部になっている、そう思いませんか？雲は綺麗、星は綺麗、メイお姉ちゃんも綺麗、私も星もずっとメイお姉ちゃんを見てる。私たちは星になってメイお姉ちゃんを見守るから、だからずっと一緒だよ。何の変わりもない姿でここを出られるとは思わなかったわ。残念よ。増えたり欠けたり変化があった方が人はより良くなるはずよ。そう思わない？まあいいわ、思い出を多く手に入れたなんて言わないで。私は過去に浸るタイプじゃないから。だからここを出たらちゃんと頑張りなさい、ラットさん。このメビウスの期待を裏切らないようにね。これ以上の言葉は不要だろう。あんたは俺たちよりずっと遠くへ行ける。俺たちが越えられなかったものに勝てる。だからどうか元気で。何時と出会えて嬉しかったさ、メイ殿。現実でも楽園でもわらわと話が合う者は滅多にいなかった。共に肩を並べて戦えたことを光栄に思っておる。何時の健闘を祈っておるさ。来訪者、君は探していた答えを手にすることができただろうか。たとえ心の中に迷いがあっても慌てる必要はない。
君には咀嚼する時間がまだたくさんあるのだから。思考は過程自体も意味をなす。君、それから君たちはいずれ自分の道を見つけるはずだ。もういい、行け。ああ、まさか俺に感動的な言葉を言ってほしいのか。だったら相手を間違えたな。だがお前の名前は覚えたぞ、ライデン・メイ。やあ、メイさん、サプライズだよ。実は君の頭の中にバックドアを残しておいたんだ。ここを出たら探してみて。ザレ言、私が残したバックドアは私以外誰も気づけない。待って、ここはバックドアなんかないって説明するところでしょ。ふぅ、自分自身と喧嘩するという状況が君にはないことを願ってるよ。じゃあさよなら。ありがとう、メイさん。あなたは楽園にたくさんのものを与えてくれた。返したくても返せないから、私たちにできるのはただ祝福を送ることと祈ることだけ。文明が星のように続きますように、世界が黄金のように輝きますように。いにしえの楽園は私が予見した結末、破滅と暗闇を迎えた。でもこんな形で実現して私はとても嬉しい。だからどうか運命を振り切って、メイ、あなたにはとうにその力があるのだから。君は十三英傑に認められた。ならばこれ以上言うことはない。ここにいる僕も現実にいる僕もだ。そう、彼はきっと君を待っている。君たちが納得する結果を出せることを願っている。胸を張って未来と向き合うんだ、雷の律者。自分を信じていいと君は知っているはずだから。じゃーん、最後はやっぱり私よね。だって私が最初の第一位だもの。エリシアはいつもこう、すべての始まりであり、すべての終わりでもある。そうでしょ？だから今度は、本当のさよならなの。ありがとう。メイ、ここに来てくれて。私たちと出会って、話してくれてありがとう。私たちの名前を覚えて、私たちの物語に耳を傾けてくれてありがとう。メイが私たちを覚えてくれる限り、この物語は消えない。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできるからね。だから今、最後の真我の命をあなたに、新世代の人類に送るわ。この名前には万物の起源が託されてる。私たちの思いと祝福はいつかあなたの新しい力になるはずよ。そしてあなたはこの名前に新しい意味を与えるでしょう。私たちは過去に残るけど、あなたは未来へ歩き出す。未来であなただけの無垢で美しい光を咲かせましょう。何せ美しい女の子は何だってできるんだから。あら、どうしちゃったの？そろそろ出発しないと本当に間に合わなくなるわよ。ええ、分かってるわ。私と別れたくない。そうよね。もちろん私だって同じよ。でも大丈夫、あなたはすでに私の全てを背負ってるでしょ。まさか、このままでいればずっと私とお話できるって思ってないわよね。ダメよ、女の子の心を揺さぶるなんて。私本当に泣いちゃうわよ。
わかったわ。いいの。進みたくないときは足を止めていいから。そしてそばを見て、後ろを見て、ほら、私たちはずっとここにいる。あの時と一緒。そう思わない？だからどうか忘れないで。古の楽園に記録されているのはそういう簡単な物語なの。物語の中には苦しみと失敗があり、裏切りと別れがあるけど、同時に幸せや喜び、ぬくもりや感動もある。悲しみは消えたりしないけど、温かい感情もずっと心の奥で大事にされてる。後世に残すべきものは憎しみと使命だけじゃない。この時代の輝きを理解してもらえたら、未来の人々も私たちがなぜ戦ったのかがわかるはず。冷たい知識と技術は教科書に載せればいい。英傑たちが伝えるべきものは栄養と戦う理由。この火を追った旅の中で私たちの魂が託したものなの。未来のあなたたちは私たちの命の足跡、魂の刻印を見届けて、その中で自分たちの探す答えを見つけるの。背負されて前を向くのではなくて、誰かが選んだ道をただ進むことでもない。どうしたい、どうするべきか、そう考えながら自分自身の運命を、刻印を決めるの。自分の意思で、自分が決めた目標に向かって、自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩むの。ほら、私はそうだし、みんなもそう。私の知ってる時代、そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、ここから花が一斉に咲く奇跡が生まれる。それが美しいとこしえ、私の信じる神が、それが古の楽園、火を追う13英傑の物語。これで私たちの物語は終わり。ここからはあなたの物語よ。ありがとう。私は決して忘れない。さよなら、火を追う13英傑。さよなら、エレシア。